皆さんこんにちは。今回は真っ黒黒ごまパンを作ります。今回の生地の硬さは普通くらいです。練り時間は7分ほどかかりました。生地が8割ほど練れたところで黒ごまを混ぜ込んでください。ごまを混ぜ込んだら生地を仕上げます。生地が練り上がったら1次発酵です。30度で70分発酵させてください。1次発酵が終わったらガス抜きをして2分割に切り分けます。切り分けたら丸め直してベンチタイムです。10分ほど休ませてください。ベンチタイムが終わったら生地の成形です。まず生地を長方形に伸ばします。生地を伸ばせたらくるみを入れて巻き込みます。両脇を折りたたみ、手前から巻き込んでください。生地を成形したら食パン型に入れてください。生地を入れたら2次発酵です。30度で型の8分目まで発酵させてください。2次発酵が終わったら焼成です。200度で25分発酵させてください。